疲れ様です。ちょっと今日何も聞いてない状態でここに来たんですけど、なんかタカラトミーの方に呼び出されまして、ちょっと何が起きるのか怖いんですけど、ちょっと、待ってます。お疲れ様です。呼び出して申し訳ないです。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。改めましてタカラトミーの神々王子です。よろしくお願いします。タカラトミーで8年ぐらい前から、はい、デッドマンと一緒に動画やったり、はい、まあ、あとはお店とかで小学生と対戦をしたりとか、デュエルマスターズ の宣伝の担当をしております。なるほど、はい、よろしくお願いします。今日は、はい、鬼社員の経験を生かして、今ムーちゃんがデューチューブで修行をしてるっていうのがずっと流れていて、はい、まあ、ちょっとその自分も力が荒れないかなと思って、はい、鬼社員の経験を伝授しに来ました。なるほど、ありがとうございます。ちなみに鬼社員っていうのは、鬼社員とは結構全国の時々やるイベントで、はい、各種のデュエルスペースに現れて、小学生を中心に、はい、全国各地のデュエリストと渡っていくという、そういうタカラトミー社員のたちのことを言います。なるほど。それって1日に大体どれくらい、何試合くらいするんですか？大体多い日で40から50回ぐらい対戦をします。すごい。今日はそんな経験を生かして、はい、むーちゃんと対戦をして修行の手伝いをできたらと思っています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ早速やっていきましょう、はい、お願いします。じゃあこれで実際鬼社員で使ってたデッキケースを持ってきました。すごい、ギラギラです。ギラギラのシールを貼ってカスタマイズしたデッキケース。でこれで、はい、今日実はデッキを持ってきたので、よかったら使ってください。ありがとうございます。じゃあむーちゃんは鬼レクスターズ、はい、タカラトミー公式ページに載ってる組みやすいデッキになってます。なるほど。じゃあちょっとデッキを見てもらって、はい、動き方を把握してもらえればと思います。はい。基本的にはスタートデッキを改造していて、スーパーレアとかベリーレアとか強いカードをたくさん入れて、ちょっとテクニカルだけど強くします。なるほど。じゃあじゃんけんしていきましょう。はい、はい、最初はグー、じゃんけんぽい、はい、じゃあみんな先行でお願いします。お願いします。ほう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 。ではまずはリオラのシャドウをチャージして終了です。はい、じゃあドロー。スロットのメモリーをチャージしてタイムです。はい、ドロー。鬼シャインの時のワンポイントとして、はい、デッキを複数持ってるとすごく小学生って喜ぶなっていうのがあって、はあ、もしことがあれば持っていくといいです。それでなんか5個ぐらいデッキがあって、はい、じゃあ1から5番何が好きって言って、はい、じゃあ5って言ったらじゃあここから出しますみたいになると何回もこう来てくれるみたいな、そういう思い出があります。アセラモカでチャージして終了します。はい、ドロー。お、じゃあヘリコプターのメモリー置いて、はい、2マナでヤスミンのルーン、じゃあ先に出して1枚加速、はい、で、タイノレ、はい、はい、ムーちゃんがこの武者修行ですごく大変だなって今のところ思ってるところって何かある？なんか楽しいなっていう印象です。すごい豪華な人が毎回来てくれる。本当にありがたいです。全国クラスの人とか。爆炎金でチャージして、はい、2マナで灼熱アッケの巻、はい、サマシードで出た時に上から2枚墓地に置きます。はい、なるほど。進化をしてない。終了です。はい、じゃあアンタップしてドロー。マナチャージをしてしまって、じゃあ4マナ動きます。2マナ軽減してアブソリュートスターに進化します。はい、アブソリュートスターがアタック行くときにどうしようかな、灼熱アッキをシールドに埋めてしまって、はい、で違うここに迷うダブルブレイク。チェックします。ないです。よし、タイド。はい、ドロー。ドローのシャドウを取ります。はい、武者修行って一番厳しかった人って誰かいる？なんだろう、それぞれの方に、なんだろう、厳しさというか、なんか優しい厳しさがあるなっていう感じがします。2マナ、はい、灼熱アッキの巻、はい、で、出た時にまた2枚墓地に置きます。めっちゃ楽しいぞ。楽しいぞ。では、2マナ、はい、で、音速同時、ターボオーガー、あー強い、出します。出た時に手札を1枚捨てて、はい、ここに足の向かいで捨てます。はい、で、
1枚引いて、で魂度から進化してるので1枚引いて、はい、おー、バッチリ。では、いきます。はい、どうぞ。では、音速同時で、デッキ側から。デッキ側から。1枚。ないです。はい。はい、終了です。はい、じゃあアンタップします。で、ドロー。はい。マナチャージして、はい、じゃあ1マナ。ヘリコプターのメモリー、はい、何か探していきます。4枚を見て、はい、じゃあアブソリュートスターを手札に加えます、はい、そして今持ってきたアブソリュートスターがそのまま進化します、はい、そうしたら1体目のアブソリュートスターで音速同士アタックいくときにシールド増やしてバトル、はい、負けます。はい、はい、じゃあ2体目でダブルブレイク行くときに1枚シールドを増やして、はい、じゃあこっちから2枚ブレイクでチェックします。シールドトリガービオラのシャドウ、わーやばい、それはで、出たとき相手クリーチャー1体破壊できるので、こっちのじゃあこっちで、はい、破壊されます。で、その破壊したクリーチャーよりコストが小さいクリーチャーを1体墓地から出しても良い、はい、いい理論シアーズスターを OK です、入れませます。やばそう。じゃあこれでターンエンドで、はい、ロトリエ大地チャージしました。やっぱ闇がすごい好きそうですね。うちの課長の好きな文明も闇だ、すげえいらない情報覚えておきます。はい、いや忘れちゃっていいじゃあ4マナでマガン混合 NRO がこっちに乗せます。はい、で出た時に山札の上から2枚墓地に置いて、はい、墓地に置いて楽しみ1枚につき相手の手札1枚じゃあ2枚どうぞ。真ん中残しで、真ん中残し、はい、ちょっと見られてる疑惑がジョニーが落ちてきました。はい、縮小ではこれはマガン混合 NRO がで、はい、もうシールドを割りに行きます。はい、敵が、はい、バリバリ、お、スマッポのメモリで、ラッキー。そしたら相手全員タップします。タップします。ふう、よし、これで。終了です。OK です。じゃあ、アンタップして、今のでいいカードがもらえた。ドロー。じゃあ、マナチャージをして、はい。じゃあ、1、2、3、4マナで、またアブソリュートスター出します。はい。アブソリュートスターで、もうこのまま一気にいけたらいいな。ダブルブレイク。ダブルブレイク。で、1枚。はい。取れます。チェック。あー、ないです。ない。じゃあ、こっちのアブソリュートスターで、ダイレクト。もうないです。ありがとうございます。いや、なんかもう本当に、すごくプレイは上手くて、バッチリかなっていう風に感じます。結構対戦を、いろんなガンスリンガーで各地でやってきたんですけど、はい、やっぱどの人も、リエマのこう、ブレイクってすごい好きなんですね。なんか、小学生も大人の人も、はい、やっぱブレイクされる瞬間とか、お互いのブレイク、はいの時って一番盛り上がるという、すごいムーちゃんはすごい自分から積極的にどんどんブレイクしてきて、クリーチャーがいてもブレイクするみたいなのがすごく、なんだろう、鬼社員に今すぐからでも来てほしいなっていうぐらいめっちゃいいなって思った。ありがとうございます。ありがとうございます。すごい楽しかったです。やっぱいろんな方とこう対戦することによってこう経験値がいっぱい積まれるっていうのもあると思うので、なんかすごいいい経験になりました。ありがとうございます。ありがとうございます。武者修行の中で、はい、いろんな人とこう対戦をしていい経験ができたって言ってたけど、はい、そしたらムーちゃんすごく鬼社員に向いてる可能性があるなってすごく今思ったけどねムーちゃん今まで武者修行で、はい、いろんなその強豪と言われてる人たちとか、はい、一流の人たちと対戦してきていて、はい、そういったそのガチのゲームの楽しさっていうのはすごく知ってきてるとは思うんだけども、はい、すごくね鬼社員に行ってた経験からすると、はい、いろんなその全国にはディエマの楽しんでる人がいて、本当にちっちゃい子からお父さんとかまでいて、そういう人と遊ぶディエマスターズっていうのもすごく楽しくて、うん、でディエマってその競技もすごく楽しいけどライトにできる場っていうのもすごく楽しいんだよっていうのがもしね伝わったら嬉しいなと思って、今日はそれをちょっとね伝えたくて来ました。確かにその私も普段こうメンバーがいっぱいいるのでこうデュエルしたりするんですけど、どうしてもこうデッキが一緒だったりとかバリエーションにこう限りがあったりするので、そう言ってくださったみたいにこういろんな方ともっと幅広く対戦したりするのはすごい楽しそうだなと思いました。いや、すごく楽しいよ本当に。いつかやってみてといいね。できるといいね。やってみたいですね。
いつかもしやってみたいってなった時は、はい、相談してくれたら全然力になるので、はい、行ってください。ぜひお願いします。はい、こちらこそお願いします。じゃあ、ぶーちゃん今日は来てくれてありがとう。ありがとうございます。